恵比寿座とは、岐阜県中津川市昼川2198の一に、ある芝居小屋である。公民館も兼ねており、昼川公民館ともいう。中津川市指定有形民族文化財に指定されている。毎年10月第3日曜日に、歌舞伎保存会の定期公演が行われる。歌舞伎公演のほか、文化祭、芸能祭、K スポーツでも使用されている。江戸時代から、 明治時代の美濃国及び飛騨国では地元の人々による地芝居が盛んに行われており、数多くの芝居小屋が建てられた。現在も各地で歌舞伎保存会が活動している。特に東濃地域は地芝居が盛んであり、恵比寿座を含めていくつかの芝居小屋が現存する。木造2階建てであり、春光寺の延べ床面積は1648.62位。 平方メートル。現在の延べ床面積は1580平方メートル。収容人数は560名。名古屋市のみその座を参考にして建設された。1901年に建築され、1949年に現在地に移転されたるが、資材は建築当時のものを多く使用している。2009年、大改修工事が竣工する。資材はできる限り再利用し、 内心補強とバリアフリー化のほか、空調設備が整えられた。改修後も、歌舞伎小屋の様式はそのままとしている。岐阜県は、地芝居が盛んな地域であり、江戸時代から昭和時代に建設された木造芝居小屋が残っている。主な芝居小屋は、以下の通りである。ありがとうございます。